ぐいのみ主拝店2019年1月18日金曜日から2月10日日曜日まで福井工芸社で開催されています。七宝、陶器、ガラス、漆器の各分野から16組の作家工房による多彩な手記が出品されています。主拝店なんですが、まず目についたのは片口やとくり、お酒を注ぐ器でした。こういう器こそ家で使うとお酒をぐっと美味しくしてくれるような気がします。ゴツゴツした面取りの器は東尋坊の岩を見ているようです。ガラスはもちろん、水を含ませた焼き目の器は冷たい日本酒にぴったりです。こんな華やかな漆の器を普段使ってみるのもいいですね。巻貝を思わせるような陶器に真っ白い磁器の小ぶりな片口も可愛らしいです。この手記たち、陶器、ガラス、漆器、陶器でも釉薬、絵付け、焼き締め、磁器と様々で、見ているだけでも楽しいのですが、持ってみるとザラザラ、ツルツル、ヒヤッとしたり、ぬくもりを感じたり、見た目は重そうなのに意外と軽かったり、いろんな感触を楽しめます。ぜひ実際に手に取ってお気に入りの一つを探してみてください。